こんにちは。今日は概算を使って財務諸表からテーブルを抽出する方法について説明したいと思います。前回は PDF ファイルから読み取る方法を説明したので、今回は HTML から読み取る方法について説明したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。財務諸表とは会社の財政状態や経営成績をまとめたファイルの総称です。特にアメリカの企業の財務諸表は米国証券取引委員会 SEC が管理しています。今日は SEC が公開している財務諸表のデータを Python を使って読み取ってみようと思います。はじめに SEC が管理しているファイルをどのように見つけるかを説明します。エドガーセクファイリングなどと検索してこのサイトにアクセスしてください。次に調べたい企業の名前かティッカーシンボルを検索ボックスに入力してください。ティッカーシンボルとは上場企業を識別するために付けられるコードのことです。今回の例ではマイクロソフトを調べてみようと思います。マイクロソフトのティッカーシンボル MSFT を入力してみます。するとページ右側にファイルの一覧が表示されます。ここに四半期ごとの決算情報など様々なファイルが含まれています。これらのファイルはウェブブラウザ上で確認することができますが、毎回ファイルを見つけ出して表を探すのは面倒です。これらのファイルにアクセスする別の方法として RSS フィードがあります。これを使って財務諸表のデータを取得してみましょう。データを使用する際は SEC のページで必ず利用規約と制限を確認して過剰な数のリクエストを送ったりしないように注意してください。それでは早速 Python を使ってデータを取得してみましょう。今回は SEC エドガーダウンローダーを使ってデータを取得してみます。Pandas とエドガーダウンローダーをインポートします。 Pandas は取得したデータを加工するために使用します。ティッカーシンボルは MSFT マイクロソフトです。次に2021年の間に提出されたマイクロソフトのフォーム 10K を取得します。フォーム 10K は日本の有価証券報告書に相当する書類です。フォーム 10K にはその会社の資本に関する情報や EPS 一株当たり利益に関する情報が記載されています。ゲットの引数を変更すれば別の書類もダウンロードすることができます。さてダウンロードができたみたいなのでフォーム 10K を一度開いてみましょう。フォーム 10K は HTML で保存されており、ページ数は100を超えています。財務諸表及び補足資料のページに移動しましょう。この章には様々な表が載っています。今回は一例としてキャッシュフロー計算書の表を抽出してみます。 Pandas Read HTML でダウンロードしたファイルを読み込みましょう。この関数はHTML に含まれるテーブルをデータフレームの形式に変換してくれます。このファイルには大量のテーブルが含まれているので、キャッシュフロー計算書のみ抽出します。抽出の仕方はいろいろありますが、今回はとりあえず特定のワードが含まれているテーブルを一つ取ってきました。このままでは大量に欠損データが含まれており、分析しにくいです。というわけで、欠損を削除し、記号や特殊文字を削除し、最後に文字列を数値に変換します。最終的に項目ごとの毎年の増減をプロットすることができましたね。ということで今回は Python を使って財務諸表からテーブルを抽出する方法について説明しました。もし不明点や質問アドバイスございましたらコメント欄にコメントしていただけると大変助かります。またチャンネル登録高評価していただけると大変励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。